カーリンは、アメリカ合衆国の元競争馬で、2009年より、種ボ馬となった馬である。主な勝ち鞍は2007年ブリーダーズカップクラシック、プリークネスステークス、ジョッキークラブゴールドカップ、2008年ドバイワールドカップ、主戦騎手は、ロビー・アルバラード、2007年の年明けデビューながら、圧勝を重ね、急遽、ケンタッキーダービーの新星現れると注目を集めた。 2007年のアメリカクラシック路線は、ケンタッキーダービー三着、プリークネスステークス一着、ベルモントステークス二着と常に上位に入り、その後コバトの初対戦となった、ジョッキークラブゴールドカップを制し、秋の大一番ブリーダーズカップクラシックも制覇した。2005年9月に、キンランドセプテンバーセールにて5万7千ドルで、落札され、2007年2月のデビュー戦で12橋に4分の、 3の圧勝で初戦を飾る。この競争を見ていた複数の場所が、ミッドナイトクライステーブルにトレードを申し込み、複数による共同所有となった。トレード価格は350万ドルと推定されている。その後、G3 のレベルステークス、G2 のアーカンソーダービーを連勝した。共に圧勝であったため、ケンタッキーダービーの申請現ると注目を集め、 同競争の前売り最終プール1番人気に支持され、当日にも2番人気に押されたが、ストリートセンスに押し切られ3着と敗れる。しかし、プリークネスステークスではそのストリートセンスを直線ゴール手前で差し切り優勝。初 G1 制覇となった。2冠目を狙うカーリンは、3冠最終戦のベルモントステークスに出走。 ここでは、ストリートセンスが回避したため6対5の抜けた一番人気に押されたが、ン馬路線からこちらに回ってきたラグズトリッチズとの叩き合いに敗れ、102年ぶりの大行を尻目に2着に終わった。3歳クラシック以後は、ブリーダーズカップクラシックを目標に調整され、ハスケル正体ハンデキャップ3着後、コバとの初対戦となった、ジョッキークラブゴールドカップでは、 ローヤーロンとの一気打ちを制して一着となる。そして迎えた10月27日、ブリーダーズカップクラシック。久々に顔合わせとなったストリートセンスやジョージ・ワシントンなどが出走してきている中4番人気に支持され、レースでは直線逃げ粘るハードスパンをかわし4馬進半の差をつけ解消した。勝ち時計はトラックレコードにわずか0.19秒差という優秀なものだった。 前年のブリーダーズカップ、クラシック制覇が評価され、2007年度のエクリプス少年度代表馬に選ばれた。2008年初戦は、ドバイワールドカップを見据えて、現地のハンデ戦に出走した。タバトは、約 7kg 差の 60kg というハンデを、背負ったが、直線であっさり抜け出すとそのまま後続に2と4分の一番審査を、つけて優勝。続く本番のドバイワールドカップでも、 直線中ばで抜け出すと、あとは独走状態になり圧勝した。帰国後は6月14日に行われたスティーブン・フォスター・ハンデキャップに出走。4番手でレースを進め、直線中ばで先頭のアインシュタインをかわすと4と4分の一番審査をつけて完勝した。その勝利後、かねてより外線門賞への出走を検討していた陣営は芝への適性を確かめるためカーリンを一度芝の レースへ出走させることとし、そのレースにマンノウォーステイクスが選ばれた。なお、アメリカ長京馬が凱旋門賞に出走すること自体が稀であり、前年度のブリーダーズカップクラシック覇者となれば史上初である。しかしレースではスタートで出負けしたこともあり、2006年度ブリーダーズカップターフの覇者であるレッドロックスを捉えきれずに馬審査の2着に敗れた。この結果により、 外旋門賞への挑戦を断念、その後もダート戦線を進むことになり、ウッドオードステークス、ジョッキークラブゴールドカップと連勝し、ジョッキークラブゴールドカップの勝利によって、生涯獲得賞金でシガーを上回りきた、アメリカ史上最高となるとともに、北たアメリカのサラブレッドとしては、史上初の1000万ドルホースとなった。10月25日、サンターニタパーク競馬場で開催され、 オールウェザーで行われたブリーダーズカップクラシックに出走。早めに抜け出し押し切りを狙うも後続に刺されて4着に敗れた。バッシュはオールウェザーにおいてカーリンが敗れたことに強い不満を抱いており、二度とプラスチックの上では走らせないと発言した。このレースを最後に現役を引退。H はハンデキャップ、S はステークス、BC はブリーダーズカップ、WC は ワールドカップ GC はゴールドカップの略。また、正体はインビテーショナルを訳して表記。2009年よりレンズエンドファームにて種ボバとなった。初年度の種付け量は7万5千ドル。2012年に初年度3区がデビューすると、パレスマリスが翌年のベルモントステークスを制し、3区の初重賞制覇をクラシックで達成する。2019年のブリーダーズカップクラシックを 三区のビーノ・ロッソが制し、オーサム・アゲン・ゴースト・ザッパー・不シ以来二組目の同レース不死制覇を達成した、主な三区、編集2010年3、2012年3、2013年3、2015年3場名は、南北戦争で戦った、黒人奴隷、チャールズ・カーリンに由来、最初の場所であるシャーリー・カニンガム・ジュニアが彼の、ひ孫だったことにちなんでいる、ありがとうございます。